まずは速報です。熱中症とみられる症状で、岩沼市の90代の女性が死亡しました。女性は午前11時半ごろ、自宅近くの畑で倒れていたところを通行人が見つけ、病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。岩沼の隣、名取と渡りの午前11時半の気温は30.3度でした。 県内では午後5時までに10代から90代までの男女35人が熱中症と見られる症状を訴えています。